元神チャンネル。男の悩みを解決する元神チャンネル、ナビゲーターの萩原です。包茎増大ピニス治療専門医の元神です。元神先生、はい、チントレっていう言葉ご存知ですか？チントレ、チンのトレーニング、具体的にはわからないですね、はいはい、今おっしゃった通り、はい、チンコのトレーニングということで、はいはい、まあ、YouTube であるとか、うん、ネットではですね、もう本当普通に使われている言葉です。調べたところだと130通りぐらい、うん、130通り、はいはい、今回全部130通りは無理なんですけれども、はいはい、ペニスをまあ鍛えることで増大させる、長くするなっていうのもある。大きくさせることが目的なんですけどね。早漏、射精を我慢するとか、そういうことではなくて、それはありますよね。増大を鍛えることによって叶えるらしいですね。大きさなんですけど、僕があの昔高校の先生がですね、はい、チントレしろって言ってて、社会の先生だったんですけど、はい、それは早漏を克服するっていう話で、マスターベーションで射精してもらったら、それを我慢して、はい、で何回も何回も我慢してるうちに、はい、あの早漏が克服できる、社会科の先生、山本先生が言ってたんですけど、先生は授業中に、授業中に男子校だったんで、なるほど、それくだらない話それるんですよ。なるほど。それ医学的見解からすると、今お医者さんになった元神健太先生はどう思われますか？いやでも、まあ、精神的にはいいかもしれないですよね。ゴブゴブって感じですけど、嘘でもないですし、なるほどなるほど、克服できると思うちょっと微妙ですけどね。あじゃ あのまた今度早漏トレーニングまたやりましょう、はい、今回はそのチントレをですね、私あのネットパトロールしてまいりました、はい、YouTuber ゆいさんという方の番組で、はい、Love & Sex 教育テレビっていう番組があるんです、はい、で、セックスの機能アップ、火星包茎を治すためにですね、チントレで気筒を大きくしましょう、長くしましょうという趣旨のものでした、はい、安全なのか、効果があるのか、元神先生には、まあ、医学的な見解からですね、うん、教えていただければと思います、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、萩原調べによりますと、基本的にチントレはペニスを握ることでですね、血液を集めて大きくする目的、チントレその1、はい、ミルティングって書いてあるんですが、正しくはミルキングでした。何だと思いますか？しごくんですかね。しごくことミルキングって、英語的には言いますから、はいはい、その通りで、はい、いわゆるその牛の乳搾りと同じような感じですね。ペニスをまあ半勃起させて、はい、牛の乳搾りのようにこう掴んでですね、はい、ギュッギュッってこう10秒間ぐらいこうやって3セット行うんだそうです。血液を根元から気筒側に送り込むっていうことを繰り返すと、気筒が増大される。どのくらいの期間やるんですかね。血管拡張することはありえますけど、どん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 血液が入ることによって、はいはい、勃起した時も血管十分拡張してますから、はい、最大限勃起した状態でやるなら意味があるかもしれないです、血管拡張させるっていう意味では、はい、ただよっぽどの期間をやらない限り無理でしょうね。すぐっていうもんではないですよね。なるほど、うん、年単位ですよね。あ、そうなんですね。年単位、ひょっとしたら先生のこのコメントを見て年単位やってみたとか出てくるかもしれないですね。コラボしましょう。大人になってから結構厳しいと思いますけどね、うん、中学生とか高校生がやるならいいですけど、まあ、ペニスをこう強く握りすぎるのも良くないですから。大人よりは中高生向けだけども、まあ、危ないよと。その2、ジェルキング。わかんないですね。はい、想像つかないです。まあまあまあ、ジェルを使うんですけれども、気筒増大とペニスの長さも長くできるトレーニングなんですね。はいはい、で、半勃起させた状態で、根元を握ります。気筒部分へぐーっとスライドしていくの。スライドさせるんで、滑りやすいようにこうジェルを使うと。はいはいはい、これで、ジェルキングっていうんですけれども、はい、10秒から30秒、こう気筒直下までこうぐーっとやる。うんうん、る状態なんですけれども、うんうん、このまま一回グーッと持ち上げてったらキープするんです、うん、これをまた何セットかやると、さっきと似てるというか似てますよ ね。根拠としては一緒で長く長くならない。いや長くはならないでしょ。ならない、絶対ならないと思います。患者さんででもたまにいらっしゃるじゃないですか、年配の方でずっと20年間ぐらいお風呂出るたびに引っ張り続けたけど長くならなかったとか。あ、長くならないってことですね。ならないですよ。ならないってことですね。なるほどなるほど。さっきのミルキングと一緒ですけれども、危ない。あのペニス強くしごきすぎることは良くないですよ。それは組織を痛めますからね。あ、大きくしようと思ってるのに、はい、ダメな方向に持ってっちゃうんですね。あとあの皮膚が余計に伸びちゃいますよね。あ、なるほど。余計火星包茎状態になっちゃいますよね。あ、皮膚こそ伸びますからね。ああ、皮膚は伸びますけど、はい、ペニス本体はそれでは伸びないです、はい、患者様でマスターベーションすっ
ごい回数をする方で、うんうん、やりすぎちゃったら包茎になったよっていうのはじゃあ間違ってない。そうですよ、変な風に皮膚を伸ばすとどんどん伸びますから、かぶさりが大きくなります。なるほどなるほど、もうやるなら、じゃあ向いてした方がいいってことですね。そうです、ね、はい、昔の僕に教えてあげた。その3です、はい、気候増大トレーニング、動画見てて僕怖いっていう風に思ったやつなんですけども、はいはいはい、完全に勃起した状態のペニスをもうグッと握るんです、うんうん、でこれ20秒ぐらいキープする。ただあんまりやりすぎると気筒ダメになっちゃうみたいな注意事項が言っていて、卵が割れないぐらいの強さで握るそうなんですけれども、うん、根拠としてはまあ同じ感じ、それで拡張しなくなるっていうのは理論的に はありえなくもないですけども、はい、そんな1回2回の問題じゃないですよね。試しに何年もやるならいいですけど、はい、そんな普通できないじゃないですか。そうですね。お金かけずにやりたい人は何年かやるかもしれないですよね。あとは僕らが学生の頃に雑誌の後ろに出てたペニリング的な名前のこう、はい、同じ勃起させて根っこをこうグッと輪ゴムで縛るみたいな、うん、やつ、あれもまあ同じような理屈ですか。血管拡張させるっていうで血液がね入り込みやすくなって、はいはい、まあ、勃起した時のこう張りを出させるっていう理論的には、まあ、不可能じゃないですけども、はい、無理でしょうね、実際は。まあ、そうなんですね。これしばらく試すのはまあ、あり、例えば1ヶ月でそんな組織がそんな目に見えてね大きくなるわけがないんですよ、ね、ああそうなんです、ね、僕としては気筒増大をクリニックで行う場合とどっちがいいですかっていうことを聞こうと思ったんですけれども、はいはい、もう今の3つの下り話してても先生としては比べるまでもない、全く別物ですからね、はい、それも単純比較はできないんですけど、なかなかご自身で、はい、その大きくさせるっていうのは難しいでしょうね。気筒増大の方が早いクリニックで、もちろんそうですね、注射で10分ぐらい残る素材もある、はいはい、あ、筋トレに関してはちょっと今後もですね、あのいい動画を見てみて先生にあこれはいけるなっていうのをちょっとプレゼンしたいと思います。逆に視聴者者から欲しいですよね、はい、そうですね、はい、筋トレどうですか、はい、そうですね、あの動画でもいいですよね。そうですね、あのクリニックに送ってくだされば、はい、専門に大人保健でも採点しますので、はいはい、じゃあ今回は筋トレについて勉強しました。これパート1ということでまたいつかやりたいですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました、ペニスのことなので相談すら恥ずかしいという方も多くいらっしゃいます。手術経験者として丁寧親身にお答えいたします、勇気を持ってご相談ください。お問い合わせは概要欄をご覧ください。チャンネル登録もお願いします。待ってます。